ウィースどうもこんにちは、ガンです。今回なんですけど、あとねこのモーティス1匹でね、もう全キャラパワー1度500にいけるんですよね。もうここ3日ぐらいでもう700ぐらい上げてるんでね、もうこのまま直進しようかなということで、ブロスタの歴史に名を刻む瞬間がやってまいりました。一体何人の無課金者に希望を与えられたのか、はたまたこの3対3でパワー一同に負けて何人の人がブロスターやめたのか、それは計り知れませんが、今宵もパワー一同で人々からトロフィーをルンバで吸引します。ノンノンノン、ダイソンですいます、ありがとうございます。もうそろそろ恥ずかしくなってきたのでやめてもいいですか。なんかモーティスってね、あのバトロアだとなんかイモるっていうか、まあ隠れ続けて相手からの攻撃をひたすら逃げ続けたら、まあ、大体5位以上確定できるんで、まあ、それでトロフィー上げて、まあ、500いける人いるんですけど、3対3で味方にパワー10がなしで、まあ、なかなかね500いける人は、まあ、あんまり、まあ、まあ希少種だと思うんですよね。なんでもうね、今までちょっと3対3にこだわり続けてよかった、終わったと思うじゃないですか。どうもじゃあ、思うじゃないですかって言うとしたら、もうおもちゃとか言ってんだけども、ガキか俺は。パワー1でエメハンで何ができるかと言いますと、まずまあこういう投げの処理ですね。投げの処理はもう大体できるんですけど、こういう棒とかね 100% 怠慢で負けちゃうんで、相手に弾を使わせて接近していくと。接近してもう相手が攻撃できない時にちょっとダメージ与えてすぐ帰るんですよね。こんな感じでもう相手に攻撃がない時に、ちょ、やめてそういうのやめて。もうほんとパワー1でティック使われたらね、もう大体ウルトでワンパンなんですよね。まあ相手多分今回パワー低いんで、まあ助かったんですけど、もう大体ね、あのティックのウルトでワンパンされるんですよね。この逃げてももう無理なんですよこれ。だってさ、ダメージ与えられないから、もう本当にひでえ。でも味方に、あのその相手の顔面を持ち運んだら大先輩になっちゃうんですよね。ちょ、これまずない？これまずくない？ちょ待って、まずない？それダメじゃない？もうなんだよこれ。もう世の中って理不尽ですよね。もう無理な時は無理なんですよ。え？おっと？で、まさかの大逆転あるんじゃないでしょうか。ここでまず地雷処理していきます。おっと、これ一つ取れば、あれ相手が来ない。よっしゃよし、これいけますね。とりあえず逃げましょうか。オッケー、ナイス。もう強引にでもね、前線押してもらうのが本当ありがたい。これいけそう。これ、狩るのはちょっと怖いですね。ちょっとチキリ回す。500かかってるんでね。ここでまず逃げます。逃げますね。はいはい。もうよし。ここ、ちょっと待って。え、それはダメじゃない？ちょっと待って。それは危ない。よし。いや、よかったー。もう一歩リードでかいっすね、これ。もうさっきの試合で顔面恐怖症なんだけど、ほんとやめてほしいわ、ほんとに。まあでも相手に棒がいるのはちょっとありがたいですね。なんでかっていうと、もう地雷解除なんてもうちょろちょろじゃねえな。もうなんか簡単じゃないですか。あ、やべ、引っかかった。ちょっと待って。落ち着け、俺。おー、よし。ちょ、こいつやりてん。あー、ナイス。いや、いいね。もうパワー1でも全然いい。まあちょっと相手のパワーが低いっていうのもあるんですけど、これ2人一緒に借りたいですね。なんかもう相手が固まってくれてるとすぐウルトたまるんでね、もうそういう相手は本当もうカモカモですね。もうカモカモって何。ただいま1時夜の1時でございます。もう何言ってんだか分かんない。ここでね、もうあのタレットを使って回復するんですけど、回復量が足りない。まあ、ウルトはね、もう基本、オートじゃなくて、もう焦ってる時以外オートじゃなくて、もう手動でやって、こういう建物とかにね、ついでに当ててあげるともう全然火力が違うんでね。で、あと今めちゃくちゃ強引に攻めたんですけど、今、キューブじゃね、あの、エメがね、9個あるんでね、もうそこでもう強引に前線上げたら、もう取れるんですよ。こうやってね。なんでさっき上がったか、顔面ないんだけど、この人。ちょっと待ってよ。顔面ないのは本当怖いんだけど。やめてほしいわ、もう。モーティスに顔面ないティック近づいてくることほど怖いもんね。これカウストティックだったら一発なんじゃないですかね。まあまあ順調に勝利を重ねていってると、まあ多分何試合かはねカットしてるんですよけどね。はい、来ました。もうありがたいランキングトップ3が来ましたね。投げ、地雷解除できる、ブーボーボーボー。とりあえずこのダイナマイクやりますか。あ、これこいつパワー9じゃねえか。もう体力見たらね、
まあ、わかるんですよね。もうだいたい3900なんですよね。3人固まってる、あははもうありがたいランキングトップ3が3人固まってるとこに突っ込んでいきたいですよね。すぐウルト溜まってもウルトループできるんで、もうちょっとそれやりたいんですけど、まあなかなかね体力低いとねできないんですよね。まあ、あのスターパーあったらな、あの蛇の跳躍でしたっけ、あれさえあればもう無双無双無双ですけどね。なんだそれ無双無双無双って。よし、とりあえずこのぼっちをねやっていきますいませんでした、舐めてました。ちょっとねこう舐めてたら負けるんですよね。ここで一気に近づ、はーいは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 い、ありがとうございます、ごちそうさまです。もうこれは任せましょうかと見せかけて、もうなぜか足の遅い8ビットがミッドいってるっていう謎の光景があるんですけど、まあまあそれは気にせずに、ここをかわして、あ、3人固まってますね。ここで先にウルト打って回復、あれ待って落ち着いたもう人参爆弾と顔なしティック同じぐらい怖いんだけど、やめてくれよ。まあまあちょっととりあえずね突っ込んで突っ込みましょうか。前線上げてたらねなんとかなるんで。お、3人いるじゃん、ウルト貯めるじゃん、当てるじゃん、3人に当てるじゃん、もうこれはほんと強い。もう諦めてますやん。よっしゃー、もうこれは本当にありがとう。もうねデザイアーズを中心とする手伝ってくださった方ありがとうございます。あー俺デザイアーズ人以外に手伝ってもらった覚えねえよ。何度も誘って何度も断れる、何度も嫌われ、いやそれはもともなんでやん。いやもうほんと何ヶ月かかったんだろう。もうねシーズンリセット来てちょっとねトロの価値が下がっちゃってね何度も泣いたんですけど、まあなんとかここまで来れてねやってよかったなと思いますね。いやよかったよかった、502、はい来ました。もうねトロフィーが14000まで来ましたね。いやとうとう問題児も克服できてよかったです。ありがとうございます、ありがとうございます。いや次は本若で世界一取るかとか言いつつも絶対に取らない、絶対にやらないんですけど、まあねもう今後もパワー一同をねもう世界取りに行こうかなと。これからもねバシバシパワー一度やるんでね、もうよかったら応援お願いします。今回もご視聴ありがとうございました。はい、もうあれからね結構時間が経って、見てくださいトロフィーは14200まで来たんでね、もうこれはもうね全キャラをねこの緑バッジにしようかなと。まあ、緑バッジはもうトロフィー750からつくんですけど、もうねできますよ。もう全部緑にしてね、もう緑ゴブリン、ゴブリンじゃねえよ。なんか唐突のクラロワが入ったんですけど、まあ全部ね、スパイク色に染めてやろうかなっていうことでね、もうそれ、あー、エリザベス500下がってる。まあまあ、それはもう気にせずにね、まあ行こうかなと。まあでもね、ぶっちゃけ厳しい世界なんですよね。もう正直、750ってパワー1しんどいじゃないですか。しかもねもう一つ目標があって、まあ、パワー1でねもう1000トロフィー1000のキャラを作りたいなとか思ってる今日この頃なんですけど、なんでねもうそのためにはもう視聴者の人と、まあ、有名人の人と上手い人にねウォータースライダーのごとくもう自分の膝とおでこを使ってね、まずスライディング土下座から入りまして、超高級飴会社のキャンディーを舐めるかのようにもう笑顔でも靴を舐め回し、そして最後にキャリーしてくださいって言ったらね、もう 100% ね、もう気持ち悪いわってなっちゃいますね。それ関係ないやんそれ。って感じでね、もう一人二役でね、突っ込んだり突っ込まなかったり、動画を出したり出さなかったり、トロ上げたり上げなかったり、本枠行ったり砂漠行ったりのね、繰り返しで、まあまあ目標をね、達成していこうかなと思います。そしてもう一つ、もう全キャラ500行ったってことは、しかも俺に人脈がないってことは、トロ上げたいってことは、はい、今回もね、もうフレンド募集企画行います。もう、今回もパワー1はね、もう、160人ぐらい空いてるんで、もう、どんどん申請してください。もう、今回も概要欄に貼ってるんでね、よかったらどうぞ。もう、探してくださいよね。もう、前回ね、失敗したんですよ。なんか、コメントの概要欄の一番上に貼ったから、最後まで見てない人も、ね、追加しちゃってたんですよね。なんか、コメントでね、あれ？なんで今日フレンドリンク貼ってあるの？とか言われてね。あんた最後まで絶対見てないだろうとか思いながら、まあ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 いっかとか思ってね、まあまあやってたんですけども、今回はちょっと渋めにいきますよ。まあ、まずチャンネル登録してもらってる方に、しかもなおかつトロフィーはもう原則1万以上、1万以下の人はもうフレンド申請来てもすいませんけど、まあまあさよならという形でやっていきます。概要欄の一番下に貼っておくんでね、まあぜひ見てください。あ、一部例外除きますね。名前がめちゃくちゃ面白い人だけはトロフィー関係なく招待しようかな。